で、お疲れ。まあ、お疲れです。何、まあ、なんか車のことでまた続きがあったみたいな。え、もう、でもいいっすよ。ないっすよ、もう。ちょちょちょ、聞いたって。え、ジムの女の子が聞いてよ。また電話したんだろ。もし車屋の売り値だったら。それそっちっすか。うん。いくらで引き取るって言ったの。60から80って。ごめんね。売ると、あの状態で売ると60から80。嘘って言っとった。ジムの子も調べてくれたらしいんだ。な。はい。あの車いくらで買ったんだったっけ。俺2、300万つったのあれ車。あ、200万か300万ぐらいだなあれ買ったのって言ってた。200以上で買っとると思うんですよ。買ってると思うから。160万。160万。会社買ったらもう160万。ダブルで。あのモデルで。いや、オークションで買っとんの。知り合いがオークションの、うん、直接で。オークション直っすか。3万円だけ払ってやってくれるんだわ、知り合いが。マジか。あの普通に車で買うと200超えるで。そう、200超えるって。俺もさ、200万から300万ぐらいだよ、あの車とか言って言っとったよ。結構考えてマジか、あみやがったな。完全にごめん。俺も、ちょっと本当にあんま興味ねえもんで、よう、腹を割って、もう、本当に知らんぞ。いや、マジで。じゃあ、今日ジムに言われて、もういいわじゃん、80でいいわって言って、80と、まあ、80ね。160だったら60。160だったら、160欲しいな。我々は月々のローンだろう、得だろう、そこは。まあまあ、そこ。無金利だろう。無金利、まあそこは。まあまあ、ジムの子には、もういいわ、じゃあ80にしたれって言ったんだけど。80ですか。もう一声言ったる、やりましょう。 YouTube 頑張ってるし、はい、お前だったら現社やりたい。75ぐらいですかね。5万しか違うじゃないか。いやいや、俺視聴者結構さ、この車は高いだろとか安いだろとかコメント欄入ってたじゃん。もうよう知らんけど、俺も調べろって言ってたもんな、お前ら。ほんとあれいくらで買ったかもジムに聞けよって言ってたろ。俺隠してないの。だいたいそうです。でもお前らそれなんかだいたい調べて、だいたい見切りで言っとっただろ。100万ぐらいですかねとか。で、案外汚いもんね、もうちょっと安くしてよ。もうちょっと安くして。歌舞伎の詐欺師だな。うわ、マジか。これはないわ。ないわ。ないわ、これは。だけどいいや、そんで俺もそうやって安くしてやるんだ。いいだろ。じゃあお前ら調べんのどうやったんだよ。じゃあ俺だってそうだろ。仕事もらってきて現場入ったら、いや、こんなん段取り材料も運ばない、その見積もりしたやつが悪いわけだろ。見積もりしたやつが悪い。そうだったらそうだろ。お客さんが悪いって言えるか。いいんです、見積もりしたやつが悪い。そうだろ、お前が見積もりしたやつが100万でいいですよ。まあまあそんなもんですよ。案内汚いで車も変えてくださいと言って違うハイス持ってくるわけだろ。わざわざ違う職人で、あっちだったら全然いいっすよって言って、お前らが、俺何にもやってねえのに、なんか俺が犯罪者扱いされて、なんか俺おかしくねえか。なあ、その、ね、まあ、金、結局でお金持ちはお金持ちになるようになっとんのってだろう。そういうもんだ。でも、ね、俺は別にこそ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 悪いことするわけでもないし、騙すわけでもないし、じゃ視聴者もなんか騙しとるとかみたいな。そんな別に10万20万の金、別にだって売る必要もないしな、使うから。まああっても今は使わんだけで、あの別に置いときは別に何でも使えるし、そういう世界観でしょ。別にいいよって、お前自分たちで調べようって、なんかちょっとやらしいで100万でいいですとか言ったらお前だろ多分。ああ、買う相場で調べたらまあ大体100前後かな。あ、で買う相場じゃかわいそうだもんな。売り値ぐらいの値段で欲しいよな。売り値で欲しいんだったらもうちょっと安いなと思って。でそれが60から80ぐらいって言ったから。どうぞ60から80、うん、でもなんか、うん、言ってたら80ぐらいですかねとか言ってたな。だけど、まあ、仕入れたりなほんで調べてくれって言ったんだから。じゃあ俺確か2、300万あったけどなとか言って、でいろいろ調べてくれて前ので、俺もオークション買ってるもんね、その見積もりも残ってないわけよ。ああ、まあ、いろいろ調べたら結局160から仕入れたって、160で仕入れたっていう。じゃあだけど車検がついてなかったから、確か車検とかも悩みない、オークションで引っ張ってきてるもんで。ああ、直接保証もなし。車検だけ別で取って、もうまあ整備もやってるはずだぞ、多分。オークション買ってきたら整備するな感じ。ああ、整備しない、うん、でそういうのこちょこちょっとやったら多分200万とかいってるかもしれないぞ。だけどまあまあ確かにそれは暴利だなと思って、俺もヤクザみたいじゃん。反社会勢力だよな、160で買って3年も4年も使ったやつを100万で売っとったら、これメリットしかねえじゃん。調べないテラギさんがです。調べないこいつが悪いだろ。お前全然違うじゃん。お前全然違うじゃん。カメラ回ってやる。俺がいないってことで、お前本当に優しいんだよ、お前。いく
くらで仕入れたかな、まあ、70にしようか。あ、70だと、まあ、確定な、うん、で月いくらだと5万ですね。あ、そこからちょっと金額上げる。絵に描いたような。なんで絵に笑わせろと。大丈夫ですよって言って、笑わせろ。5だろ月の、うん、車体だけで5。車体だけです。じゃあ保険とか別に払っとんの。保険とかは結構いいから払っとんやん。結構高いんですよ保険は。本当に減らしていいぞ保険が。高いので会社のやつだと安かったんで、そこは今検討中。どっちにするか。あ、こっちの会社のやつで入るってこと。もう入ってるから。自分に切り替えると確実に高いんですよ。切り替えたの。いや、まだ切り替えてないです。だから本当になんかこいつが言ったのが視聴者の皆さんバカなこと言うんで、事故が起きたりしたら保険料が上がるもんで、会社が40代50代あるので、なんか、あ、そうそうそう、まとまっとるけど、ね、みんなが事故する。そうなんですよ。そしたらやめえねんだよ別に。なんかなったらじゃあやめえねんだろ保険なんか別に。まあまあ、じゃあね、そう思う。そう思います。なんでお前イエスマン演じようと。こいつさ、俺にイエスマンして俺がこの戦えるのが嬉しいんだな、お前。え、そんなことないです。こいつ腹黒いでねえってな。あ、なんかもう分かった。俺なんかこういうのはなんでそれなんか俺を良くしようとするんじゃなくて、俺を貶めとるから確実に。違いますよ。お前俺を貶めとるだろ、お前。そうです。低評価率がなんかどんどんこう見れるじゃないですか。ああ、また低評価ついた。嬉しい。あ、負けかお前。あ、そうそう、新しいのが入ったんですよ、視聴者の皆さん。何だ今日から。はい、うちのからか。あ、そうそう、うちのからです。挨拶しよう、うちの YouTuber に。はじめまして、うんのと申します。運動、うんのです。うんの、はい、名前何にする。デコホクロ。デコホクロ。デコホクロ。ドチョッキュー。ドチョッキュー。それを見せて。俺ね、ベンゾーさんって呼んでた。あ、ベンゾー。あいつ言ったの。北列のベンゾーさんって知ってた。めっちゃ分かんない。それっておむすびさ。なんかおむすびみたい。こんなしっくりきたの初めて。おむすびさ。おむすび結構可愛くないな。まあ、確かに。おむすび結構可愛いんだよ。ねえ、おむすびか、弁蔵か。弁蔵デコパチ。デコパチ。何がいい？弁蔵って人に世代がバレてますよ。世代が、俺ら世代の。弁蔵って分からん？知らん？分かんないです。弁蔵。カメラ出てもいいの全然。あ、大丈夫です。あ、ほんと。正社員だろ。正社員だ。正社員だな。はい。年いくつだ？今、自分27ですね。27歳。お前って？僕22です。22？ はい。なんでそこマウント取りに行こうか。全然取ってない。そんてめて大きい声で27より上に見えるような感じだそうです。自分でも入っちゃう。もう入ったんで。もう入ったんで。はい、そう、入りましたんで。よろしくお願いします。まあいいよね、楽しくなるよね、また。はい。ね、もともとどうしようとしたもともとは、一番最初の時はシステム関係のプログラムの試験をやってます。お前みたいな喋り方のやつ、俺は。なんか俺はお前みたいなやつ、もともとはですね、クイックイシステム関係のお仕事してまして、俺はお前みたいなやつ、言われるな。恥ずかしがりか。まあカメラで緊張してる。いや、そんなことはないです。そんなことない。はい。喋り方が俺ツボだ、俺。俺お前の喋り方大好き。マジ俺そういうやつ好きだ。まあ、じゃあまた楽しい企画になっていくと思いますんで、ぜひチャンネル登録、いいね、高評価、よろしくお願いします。まあ、そうそう、この銀の盾のさ、ちょっと大事な話するわ。これ持ちながらちょっと大事な話があるんですけど、今、外気塗装のマッチングでやってまして、お客さんと塗装業者、まあ、これでも悪ふざけしてますけど、視聴者の皆さん。まあ、俺もこれビジネスにしたいんで、勝負と思ってますけど、本気で 3% から 5% っていう、その、マッチングサイトやってる人だったら絶対わかるけど、もう金額がありえんような値段で、ありえんようなサービスが提供できると思うので、これはもう本当に皆さんのおかげだよね、はい。うん、まあ、再生も結構いっとるで、まあ、経費も出るしね、まあ、ありがたいことに本当にね、結構再生数も伸びてますんで、またちょっと面白い企画を考えていきます。私はそこじゃなかった、マッチングの話だからさ。ね、じゃあそこで、まあ、またマッチングでやってね、まあ、それもまたウェブとかにだって金つぎ込んで、いろんな新しいことやれて、まあ、さらにさらに面白いことやれたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録もしててね。もう今度100万人だで、ね、今度100万チャンネル登録だろ、目指すは。金だで、金だで、また見てねー。